じゃあ今日はいろいろ話したいテーマもあるんで、早速インタビューさせていただきたいと思います。はい、木村さん、はい、3月ぶりで、お元気でしょうかということで、まあ、本当にリーガが再開する3ヶ月ぶりにフットボールが戻ってきますけれども、まあ、今日はちょっと最初はそのラリーガ再開と、あとは、はい、まあ、僕もこのダゾーンで担当するんで、ちょうどセビージャベティスの、アンダルシアダービーの話をプレビュー的にさせていただきたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。はい、はいはい、よろしくお願いします。まあ、まずスペインはもうだいぶ落ち着いたどころか、なんかもうラリーガでも観客入れるぞみたいな話にまでなってて、なんか急速にいろんな物事が動いてるなと、ちょっと日本からいると、そこまでそんなスピーディーに早めていいのかなと思っちゃうんですけど、まあ、まだ非常事態宣言完全な解除じゃなくて、一応段階踏んで、まあほぼ今スペインのどの州もフェーズ3に一部を除いては入ってるってことですよね、最終段階。そうです、そうです。フェーズ3に入ってて、で、フェーズ3に入ると同時に、自治権が重視されるようになって、地方政府が緩和の具合を決めるようになったんで、だからアンダルシアだとアンダルシアの政府が決めるっていうことになったんで、どうしても緩めにしちゃいますよね。で、アンダルシアはほら、旅行、先有力な旅行先なんで、夏のバケーション、夏のバケーションの予約が、まあ、ドイツやイギリスやフランスで始まってると。だそれに負けまいってもうお尻が決まってて、で来月までには旅行者が来れるようにしとかないと、夏のバケーションの、で産業が旅行業が成立しないということになってるんで、まあ、大当てっていうことになってるわけですよね。まあ、そういう意味で7月1日からはその外国からの、ね、観光客もまあ隔離なしに入れると。で今現状で言うと、木村さんのお住まいのアルハンブラ宮殿なんかもう開いてはいるんですか？アルハンブラはまだ開いてないです。まだまだ普通 の, ミュージアムは開いてますけど、アルハンブラは多分人を、ね、どういうふうに規制して入れるかとかっていうことで結構揉めてるんだと思う、うん、あそこ人がものすごく入って、まあ、密にかなりなるところなんで、なんでそういうふうな体制がまだ整ってないので、まだ入れてないと思います。今フェーズ3のアンダルシアの中でいうと、生活面でどういった、うん、まあ、なんか規制というか、その日常生活で支障あることあるんでしょうか？そうですね、あと、うん、まあ、時間制限がなくなったんで、いつでも散歩に行っていい、買い物に行っていいっていうことになって、運動もできるようになった。あとは家族であれば、あるいは同居している一人であれば一緒に外出してもいいということになったんで、ずいぶんものすごく実質外出禁止のところが2ヶ月続いたんで、それから考えるとものすごく楽になったっていうのは一つ。ただ不便なのは、まだ不便なのは、お店がお店の大きさによって中には1人しか入れないとか、2人しか入店できないとかっていうふうなことになっていて、そうすると店の外にものすごい列ができてる。うん、でその列がソーシャルディスタンス守れてないんじゃないかっていう、それその通りなんですけど、スーパーとかね、大きいスーパーとか、あとショッピングセンターも今週から開いたんですけど、うん、それもだから人が集まるとお店の中には入れてくれないんで、屋内には入れてくれないんで、外にものすごい列ができる、パンを買うのに列をするとか、まあそういうことですね。何か買おうとすると、とにかく列に並ばなきゃいけないっていうのが不便ですね。まあ、あと新しい、生活様式、新しい日常でいうと、スペインはもうマスクが厳格化されて、なんかそのうちマスクしてないと罰金みたいな制度まで導入されるようですけども、ドラスティックですね。まあ極端ですよね。マスク必要ないから、マスクしないと罰金まで、ね。まあ、スペインらしいっていうか、で、まあ、マスクの文化がないのと、政府がそうやって急に態度を変えたことで、マスクって本当に効くのっていう、やっぱりその疑いがあると思うんでね。
人に。で、しかも感染者数があれだけ出て、死亡者数があれだけ出て、まあ政府に対する不満っていうのはものすごく募ってるわけですよね。募ってる中でのマスクに対しての態度急変というので、ちょっとやっぱりそれはそのおそらく日本のように、日本の人たちのように素直には受け取れない、まあ民度が低いのかもしれないけど、まあ従いたくないっていう気持ちもかなりスペインの人たちの中にはあるんじゃないかなと。特に若い人、やっぱり若者は被害も少なかったこともあるんで、マスクしない人も結構多いですよね。あとデモやってるでしょ、はい、人種差別に関するね、反対のデモやってる、また反政府のデモもやっていると、でそうすると、そこでマスクしてるか、ソーシャルディスタンス守ってるかっていうと、ちょっと難しくなってますよね。まあ、それと同時に、感染者数も死亡者数の発表も頻繁になくなったのと、死亡者数がゼロなんて日があるんですよね。はい、ちょっと信じられない。本当に、もうコロナいなくなったんじゃなくなっちゃったんじゃないかっていうぐらいの、まあ、楽観的な空気に急になっちゃったんで、もうそれもあってちょっとどう、僕らもちょっとよく分かんないですね。コロナなくなったの、マスクって効くのとかね、まあ、そういういろんな、いろんな疑問が、まあ、みんなの間にある中で、まあ、マスクはしないと罰金なんだなと、屋内はマスクしないと罰金だなみたいなことにはなってるんだと思います。まあ、そういう中で木村さん、まあ、この動画を出すのは11日、ラリーが再開当日、まあ、プリメラ再開当日になるので、まあ、今日いよいよラリーが戻ってきますけども、まあ、実質的には10日、昨日、セグンダから、まあね、こう消化できなかったラージョの試合から戻ってきますけども、アルバ先生とも、まあ、これまでのラリーガのこう再開プロセス、現地でご覧になってて、どうこう評価されてますか？本当にさっきの緩和の話じゃないですけど、思ったより順調にここまで来たと。陽性者が出てもその、まあ、一応隔離して、で2週間ぐらいに合流みたいな形で、練習体制にも支障が出なかったのと、あと政府の強い後押しがあって、まあ、リーガより先に政府が、首相が人気取りだと思うんですけど、まあ、今週からリーガ再開って言っちゃったと、はい、そしたら全体練習が2週間しかなかったみたいなね、まあ、それはいろいろあるとは思うんですけど、再開に向けてクラブも政府もラリーガも、まあ、連盟もですけど、足並みを揃えて本当に順調に来たって感じですね。まあ、そこで言うと、4月でしたっけ、パクト・デ・ビアナと言われているビアナ合意で、まあ、敬遠の中だったスペインサッカー連盟のルビアレス会長とラリーガのハビエル・テバス会長、スポーツ高等委員会のイレーネさんが、まあ、そこで、話し合いを持たせて、まあ、特にラリーガの放映権を、まあ、スペインサッカー連盟にも、それからスペインのスポーツ団体にも今まで以上に出しますということで、はい、まあ、うまく合意を取り付けたっていうところがやっぱ大きかったんでしょうか。そうですね、連盟はもう何にも口を挟んでないし、もう月曜開催だの金曜開催だの言ってる場合じゃなくて、もう木曜から月曜からもうほぼ毎日試合があるようなカレンダーを組むことも OK になっているということで、まあ、本当に足並み揃えて順調に来ましたね。まあ、あとその陽性反応でいうと、ね、一斉 PCR 検査したタイミングでいうと、各クラブから一部から5人の選手陽性反応出ましたね。はい、まあ、ベティスなんかでもキーパーのジョエルとかペドラサ出て、グラナダでもアヤン・ヘル・エレーラが出てっていうところでいうと、まあ、2500の人余りのテストなので、まあ、ブンデスの事例を見たら、ラリーが当初の見積もり25名ぐらい出るんじゃないかってこう予想してた中で、まあ8、まあ、選手5人と3人のスタッフの8人にとどまったっていうところも、最初のスタート、まあ、トレーニング再開に向けては大きかったんですかね。
そうですね。だから、まあ、選手が守っていたってことですよね。あの、隔離期間中、外出禁止期間中、きっちり守っていたんで、まあ、あれだけ低い、本当に少ない数の選手の様子、感染だけで済んだっていうことですね。あと、まあ、抗体検査で陽性が出た、まあ、もう1回かかったんだけど、治ってるっていう人もいて、まあ、そういう人も、そういう人の方が人数が多かったらしいですけど、まあ、そういう人も通常通り、まあ、2週間経過して、練習に参加してる。もう感染の、感染はしたけど、現在感染させる、危険はないっていうことで、通常に活動してると。まあ、審判も PCR したら、一人しか陽性が出なかったっていうことなんで、まあ、本当に、思ったより、本当に、順調だった。まあ、サッカー界はね、みんな若いからっていうのもあると思うんですけど、うん、健康だしね。だから、本当順調でびっくりした。みんなびっくりしてるんじゃないですか。できるのかなっていう声の方が多かったですからね。うん。まあ、あと、その、まあ、選手の陽性反応のところでいうと、まあ、ちょっとラリーガから外れて今の日本の現状と照らし合わせるとやっぱ名古屋なんかは金崎選手が先日出て、もうやっぱ保健所の指導でチームの活動を止めざるを得ないっていう状況なんですね。一方でやっぱスペインとかヨーロッパの他のブンデスもそうですけど、まあ、粛々と陽性反応の選手を隔離して、ね、一斉検査を定期的にやるんで、まあ、陽性出たらチームから外してって、こう、個人単位で外して、活動、チームの活動止めないじゃないですか。その辺は、僕もびっくりしたんですけど、先日アベラルドが、エスパニョールね、実は8名も選手陽性反応持ってたんだ、みたいな話が出て驚きましたけど、それでもチーム活動、トレーニング止まってないっていうところは、ちょっとこれ、リーグの再開っていうことを踏まえると、なかなか日本と、特にスペイン、ヨーロッパ違いますよね。うん、まあ、な、Jリーグのニュースを見たら、ね、PCR 検査が2週間に1回とかっていうことで、まあ、リーガはほぼ毎週やってるのと、もうこれからは試合ごとに、試合前に必ずやるっていうことになるんで、そうするとテストはまあ1週間で2回ペースでやるということになっていくと、まあ、その濃厚接触者が、この人が濃厚接触者だから隔離されたっていう話は聞かないのと、うん、濃厚接触者に検査が必要か検討してるっていうのはあったかな、確かな、そういう報道はあったと思うんですけど、そこからどうなったっていう話が全くないんで、まあ、結局は結局個人練習段階で1人出ても1人外せばいいわけですよね、うん、はい、でグループ練習段階でほぼゼロだったんじゃないかな、うん、だから陽性者が、だから個人練習段階では外して、で個人練習をやってる最中にもう一回テストして、それでも外して、そこはまあ濃厚接触者っていうのはいないっていう前提なんで、でまあそこから全体練習グループ練習に入ってから陽性者が出てっていう話は聞かないんで、まあ個人練習レベルで陽性者だったら濃厚接触者いないっていう判断はできたと。で、それ以降出なかったんで、隔離もしてないっていうことだと思うんですけど、まあ、今後どうなるか分かんないですけど、うん、特にクラブ職員とかには陽性が出る可能性はもちろんあるんで、選手ほど おそらくきちんと管理体制取られてないと思う。で警備の人とかね、うん、クラブに出入りする人、スタジアムに出入りする人には陽性が出る可能性あるん で、そういう人に対する対応はどうなるのかなって ずっと疑問だったんですけど、陽性者が出た時の対応って、それも何もないまま本当に順調に、びっくりで、日本はねまだ1人とか2人とかだったら全然大丈夫なんじゃないかなってスペインの感覚だと思いますけど、うん、ちょっと違いますよね。そうですね、うん、まあ、あとそのラリーガの、まあ、ハベル・テバス会長のリーダーシップっていうところをちょっと聞きたいんですけど、まあ、とにかく多分ラリーガ再開ありきでいろいろ進めていて、
でこうまあ、彼らしいこう強いリーダーシップでここまで、まあ、強引な手法もあったとは思いますけども持ってきたなっていうところは、うん、まあ、例えばね、うん、こうカディスの選手であったりとかエイバルがチームとして、まあ、トレーニングの再開はちょっとまだ怖いと、感染の可能性あるんだったらっていう話でもう話題になりましたけども、まあ、トレーニングサッカーするよりも薬局に行く方が危ないんだみたいなこともテバス会長言いながらもうそこまでここまで持ってきましたけども、この期間のこうテバス会長の舵取りっていうのはどうご覧になってましたか？そうですね、まあ、よかったんでしょうね。結果ここまで来ましたからね。まあ基本的には合意が大きいんですよね。クラブも、まあ、クラブはリーグが再開して11試合消化しないと経営大変なことになるよと。で、経営大変なことになったら選手の年俸もカットしないといけないよっていうことで、もうクラブの上から下まで、監督、選手まで全部一応やるっていう合意ができた中でのトップにテバス会長がいたんで、まあ、非常にやりやすい。選手会の、ね、反発とかも当初あったけど、はい、どんどんなくなっていって、連盟の、まあ、反発も当初あったけどどんどんなくなっていって、監督も全体練習は3週間欲しいって言ってたけど、もう首相がに、ね、やるって言ったらもう2週間しかないっていう、どんどんなくなっていってっていうことなんで、まあ、やりやすい対戦の中で合意、もうやらなきゃいけない合意の中でリーダーシップが思う存分発揮できたんじゃないかなという感じです。で、今彼はほらご存知の通りスタジアムに人を入れてもいいんじゃないかみたいなところまで行くんで、それを政府が止めるみたいなね、それは公正じゃないんじゃないかって、保健省が言うとかね、それも政府関係ないのにコンペティションの公正さを政府が心配してるぐらいのところまでやってるんで、まあ本当に人入れるかどうか分かんないですけど、ね、このまま順調にいったら本当に人入れるスタジアムが出てくるかもしれないですよね。ということですよね。まあ、それを踏まえていよいよ本当にこの今日11日、日本時間だと12日金曜日の早朝5時からなんと、ね、はい、再開の試合が、ね、アンダルシアダービーになります。まあ、このエスパンでセビージャベティスですけども、木村さんアンダルシア長くお住まいになって、まあ、このダービーが無観客は残念だなっていうところは個人的には当然思ってますけども、この試合に関して言うとどうですか。こう象徴的なラリーガの再開の象徴的な試合になりますけども。そうですね、僕もずっと解禁だったんで、あ、そっかこれが行けなくなって、まあ、取材体制の問題もあって行けなくなってテレビ観戦ということになるわけですけども、まあ、この熱い試合で始まってよかったなっていうのが一つで、もう一つの危惧としてはそのスタジアムの周りがどうなるのかな。人がどんどん集まるような状況になったら大変だなっていう心配が一つで、ものすごく熱いダービーなんで人は集まると思うんですよね、どんな警備体制とっても。だからまあ心配は心配ですけど、まあマドリッドでバルセロナでデモもやってるし、まあこのままなし崩しの中で良くないことだけど OK っていうことになるのかなとは思ってますね。まあ、昨日のラジオなんか聞いてるとスタジアム周りは相当な警備体制でなるべく人は近づけない、うん、まあ、火事を、まあ、通りを、ね、封鎖するみたいな話も出てきてましたけども、かなり厳重にスタジアム周りはぐらいカチッとこう人の移動とか集まりをこう禁止するような形になるんでしょうか。通常のダービーと警備体制は同じだって言ってました。ああ、そうですか。うん、だから警察官とガードも合わせて600人体制って言ってたから、これ全く同じなんで、本当に、ただ通常のダービーは街もそうですけど、まあ、スタジアム内部をね警備する、ファンの移動も警備するっていうところがあるんですけども、今回のダービーについてはスタジアムの周りが主で、スタジアムの周り、ホテルの周り、あとベティスのスタジアムの周りもやっぱり
やっぱあそこにものすごく集まってるんで、バルが、はいはい、ものすごく集まってるんで、あそこもやっぱり警備しておかないと人が集まっちゃうという風になるみたいですね。警備体制、まあ、人の配置はそういう風に変わるらしいです。でも人数的には相当かけるってことですね。でもみんなね、こうセビジャの住民たちはバルで 見たいじゃないですか、この試合は。まあそうですね。実際今フェーズ3だとバルはどれぐらい人入れていいとかあるんですか？確かね、今週から屋内に入れるようになったんですよ、バルの中の、はい、うん、バルの中に。だから今は 50% だったかな、うん、あの中は中 50% で外 75%、 テラス席がキャパシティの 75% で、はい、屋内の普通のカウンター席が、50% だ。まあそれじゃ普通だと入りきらないです、うん、だ多分テレビを外に出して、はい、いや、あの対応するんじゃないかなと思ってます。多分テレビ中だと人入りきれなくなっちゃうん で、 そ, うです、ね、まあ、それをテレビ外に出して、で、まあ、通りの人まで見ちゃうっていうように、うん、まあ、立ち飲みも出ちゃうみたいなみたいなことにするんじゃない、するっていうかなるんじゃないですか、それはね、うん、ただ木村さんセビジャ在住ではないですけども、アンダルシア州のこう報道団とかテレビとかでのこう盛り上がりってどうですか？あのね、盛り上がりがね、足りないのは、うん、やっぱりちょっと足りないんですよね。そのなんでかっていうと、選手とか監督とか采配とかについて語れることがものすごく少ないんで、うん、今もうね、あのどういう調子なのかとか、うん、どういうシステムなのかとか、どういう戦い方をするのかみたいなことは、まあ、みんな全くわからないわけですよね、うん、一応ボアさんに戻ったんで、なんでそのまあもちろんメディアがインタビューなんかもちょこちょ こ今日あたりは出てましたけど、はい、まあ、インタビューなんかもない、まあ、記者会見も、うん、その人が突っ込んでみたいなのもない、あと会長同士の食事もないんじゃないかな、うん、はい、おそらくそういうなんかいろんなイベントがない、盛り上がるイベントがないのと、うん、まあ、メディア的にも、うん、そのファン同士がね、なんかこう規制を上げるみたいなことが大体前夜祭なわけですけど、はい、それを映すわけにもいかないんで、うん、ソーシャルディスタンス守ってない人たちを映すわけにもいかないし、はい、だから報道も非常にしにくい、うん、テレビで見ましょうっていう報道ですからね、何時の盛り上がりだってテレビの前にいてくださいねっていう話ですので、はい、クラブもそう言ってますし、セビージャン、はい、ベティスもテレビの前で見てくださいって言ってるわけで、うん、スタジアムには来ないでっていう、はい、だからその矛盾です、矛盾っていうか、うん、ね、そこがあるんで盛り上げていいのかなっていうのもある、ブレーキもかけてると思うんですよ、報道、うん、はい、だから全然煽ってないですもん、うん、だから煽りなし、うん、うん、まあそういうこうちょっと特殊な環境下でのダービーにはなりますけども、うん、ここまでの今シーズン改めて振り返ると、今セビージャは、ね、チャンピオンズリーグ圏内入っていて3位です。で、うん、逆にベティスやっぱシーズン序盤ちょっと苦しんだ中で、まあ、現状でいうと12位、っていう中で再開の28節迎えます、うん、まあ、こう再開前の最後の27節でいうとベティスがレアルマドリーに、ね、こう勝って首位を首位から引きずるしたり、逆にセビージャは、アトレティコ・デ・マドリーにこう引き分けたりっていう形でしたけども、改めて今シーズンの両チームここまでどうご覧になってましたか？まあ両方ともイレギュラーだったんですけども、まあベティスにしても前半がものすごく悪くて、でただまあ中断前の1ヶ月ぐらいはちょっと上向きだったと、まあ前線しても勝てないことがかなり続いて、うん、それがまあレアルマドリー戦でまた勝てないかなと思ったら、一応勝ち越し点が入って、まあ、勝ったということで、うん、一応上向きで
ちょっともう遠くなっちゃったですけど、はい、もしかしたら7位の座が狙えるかもしれないと、うん、多いですよ、9ポイント差があるのかな、はい、今、はい、だからもう一応上向きは上向き、はい、セビージャにして、セビージャは、まあ、EL を見て、EL なんかものすごくもうギリギリで勝ち上がってきてて、まあ、直前の試合で、まあ、クルージュのゴールが取り消しになってなかったら、うん、EL からも敗退だったと、はい、でもちろんコパも敗退してますよね、コパデルレイも敗退してて、うん、ところがリーガでアトレティコにヘタフェに勝ってアトレティコに引き分けたと、うん、はい、まあ、直接のライバルを叩いたことで、まあ、ここまで来てるわけですよね。なんで一応は上向きだと、だから CL に入れるか入れないかっていうことだと思うんですよね。もうセビージャ4位が確保できるかできないかっていうことで、まあそれだけの目標ですね。おそらく EL は今季はちょっと難しいかなと思ってるんで、うんうん、まあ、はい、そんな両方ともちょっとどっちつかずっていうか、目標があんまり明確ではないなっていう感じですね。セビージャからちょっと具体的に話聞きたいんですけど、そのイレギュラーさ両チームあるっていう中で言うと、まあ、ロペディ監督、今シーズン、まあ、入り特にラリーガの中では非常に良かったと思いますし、まあ、ビルドアップのところなんかはね、可変しながらうまくレギュロンとか、まあ、オカンポスなんかもハマりましたし、まあ、冬で言うと、裾もうまくはまって、オカンパスが左に出るみたいな形で、まあ、やっぱ選手層も豊富なので、うまく使いこなしながらやってきた印象はありますけども、ここまでロペディ監督の采配っていうのは、具体的にどうご覧になってますか？そうですね。確かに、あのサッカー魅力的だって言っていいのかな。ボールは持つサッカーをやっていて、はい、ただゴールが入らないサッカーなんですよね。ボールは持ってるんですけどゴールが入らないってことがずっと続いて、でホームでも勝てない、引き分けで勝てないことも ものすごく続いたと、多いと。だまあワントップで、まあスリートップだけど、まあ、純粋なフォワードっていうのは1人、センターフォワード1人なんで、そのセンターフォワードが、まあ、貢献は、ね、ボールを落としたりっていうことはできるわけですけど、そこはなかなか点取れなくて、かなり批判されて、うん、デヨンクをね、デヨンクを変えなきゃいけないって言われて、でもデヨンク変えたらボールは持てなくなっちゃって、うん、ロングボールを落とす人いなくなっちゃうんで、そしたら、だから、点は取れないけど、ボールは持てるっていう。状況がものすごく続いて、それはストレスだったと思うんですよね。うん、で、必ず解決策が見られない。まあ、オカンポスに点取ってもらうしかない。まあ、裾に点を取ってもらうしかないっていうことになってきているんで、そんなに僕はその、あまりにもチームが固まりすぎてて、うん、前の3人ほぼおそらく裾右で、ね、はい、オカンポスも怪我してなければオカンポスが左でみたいな体勢で、で、なんとかなんとかギリギリで1点取ってみたいな戦い方、うん、ストレスはものすごく大きかったと思うんですよね、うんうん、だから強さってそんな感じてないと思うんですよ、みんな、はい、うん、今年のセビージャ強いぞっていうのはなってないんですよね。ただそれはやっぱビスファンは結構イライラしてますか、うん、こう持ってんのに全然。いやいやいや、してますよ、ね、昔はウナイエメリの時代はビスファンでは絶対負けないと、はい、アウェイではすごく弱かったけどビスファンでは絶対ね勝ち点3っていうことだったんだけど、そうではないので、あと弱いチームに結構取りこぼすというところもあるので、だからまあどう評価すればいいんですかね。ボールは持てるけど点が取れない。点が取れたら勝てる。まあ、ストレス大きいですよね。まあ、そこのフォワードで言うとね、デヨングずっとこう辛抱して使ってたりしましたけど、うん、まあ、冬にエンネシリ、まあ、レガネスから取って、
まあ、チアリードがアメリカに行ったりとかして、ちょっと入れ替わりありましたけども、うん、NCD の使い方っていうのは、サイドなんですか、フォワードじゃなくて。サイドですよね。うん、まあ、4-3-3 変えないんで、そこもどうかなと思うんですよ。うん、そこもどうかなと。だから、はまったらものすごく、うん、ボールを持てるサッカーなんですけど、まあ、見てて面白い。まあ、面白いっていうか、ボールがよく回ってるなっていうサッカーなんだけど、じゃあ、デッシリーとツートップでみたいな選択肢で、フォーメーション変更するとかみたいなことが、なかなか見られてないし、まあ、非常、まあ、見られたとしても結果も出てないんで、うん、だから伸びしろってそのベストメンバーものすごく強いから、まあ、強いっていうかものすごく固まってるんで、このベストメンバーで点取るしかないけど、うん、ツートップにもできないし、うん、こうものすごく硬直してるっていうか、うん、あの柔軟性がないなとは思いますよ。まあでもしょうがない、それはしょうがないんですよ。監督、僕も監督ね、こう少年チームの監督なんです。それは分かる分かる。そう、それはこういうチームを作るって設計してるんで、設計にピースがきっちりはまってるんで、うん、はい、これ以外はできませんよっていうのはもうしょうがない、しょうがないんですよね、うん、それは分かりますけど。そういう意味では現地でのロペテギ監督の評価評判っていうのはそんなには良くないですか？そんなに良くないですよ、うん、そんなに良くないですよ、うん、そんなに良くないですね、やっぱり、うん、それはサッカー面で、それとも会見であまりにもつまんないことばっかり言うからですか？まあ正直彼はね、あのメディアのように生きないですよ、うんうん、あの伝えたいっていう監督じゃないんで、はい、伝えなくてもいいかなっていう、メディアには言わなくてもいいかなっていう監督なんで、はい、伝えたいっていう熱意が感じられないね、あの、うん、ファンにも分かってほしいっていう、うんうん、そのなんでデヨンクを使い続けるのか、こういうことで分かって、こういうことなんだよっていうふうに、あの分かってもらえないかなっていうような熱意は全く感じられない、うんうん、だからそれは監督の性格だと思うんですけど、なんでだからダービーに関して熱いこと言うわけでもないじゃないですか、はいはい、全くないね、はい、全くないし、でまあね、モンチが言えばいいんだろうけど、ロペ的はなんか専門職っていうか、うん、すごいスペシャリスト、職人気質なんですね。そう、職人気質で、まあ、会見なんか別にね、モンチがやってればいいのかなっていうぐらいのことですよ。だからファンに訴えるものはあまりない、うん、まあ腕のいい監督だと思いますけど、まあ元レアル・マドリーの監督だったみたいなとこもあるじゃないですか。あと代表途中で来たとかね、うんうん、そういう代表熱が強い土地柄なんで、セビージャっていうのはご存知の通り、うん、あとレアル・マドリーに対する対抗意識ものすごく強い土地柄なんで、うん、どうしてもこう入っていけない、うん、ね、あの監督のと一体になれない不安っていうのはあると思う。だから成績だけできっちり判断してる、うん、だから逆に言うとね、木村さん、それこれもし4位以内死守できなかったら来季ない可能性ありません？だってセビジスター人気ない、やっぱりこういう淡々と話してなんか全然パッション感じないような監督って好きじゃないでしょ。まあそうですよね、うん、うん、そうですよ、それはそうですよ、うん、でいいサッカーなのかどうかも分かんないわけですよ、うん、現状ボールは持ててるけど、うん、それ4位に入れなかったら、まあ、解任あるんじゃないですかね、残念ながら、うん、で伸びしろもあんまりこう見えないっていうね、うん、この4-3-3でやるんだよっていうところしか見えない、はい、うんうん、でウィンガー2人でセンターフォワードは頭で落とせる人だよっていう、そこしかないんですよね、うん、
だから采配で逆転したってないじゃないですか、試合が。あ、確かにそうですね。まあしょうがないんですよ、監督が攻めたことなんですけど、うんうん、これがベストだって、確かにベストなんですけど、個人的にも、うん、もう初めからベスト出してるから変えれば変えるほど悪くなったりしますもんね。うん、だから5人交代しても良くなるような目が見えないんですよね。うん、まあ、2トップでね、あの画期的な2トップでやってもらって、それでなんかで逆転したみたいなことがあれば別なんですけど、うん、そういうことも全くなかったので、うん、まあちょっとこのダービーで向けて言うと、まあ、オカンポスの出場が怪我でちょっと危惧されてまして、うん、まあ、昨日の情報なんか見るとムニルが代わりに出るんじゃないかみたいな話とかもありますけども、最新それしかないですね。それしかない。いつもそうだったもん。いつもそうだったもん。だからムニルでしょっていうことですよ。はい、ああ、だからフォーメーション変えてくるかなみたいなのはないんですよね。うん、いや、スソとね、裾がこうトップ下に下がってみたいなね、はい、4-4-2 で来て裾をトップ下的に使うかなとか、そういう選択、うん、あとダブルボランチで 4-2-3-1 にして裾をトップ下みたいなね、そうしてくるかなって思わないもんだって、うん、申し訳ないけど、うん、だからまあ申し訳ないっていうかね、多分無理もないですか、うん、はい。で一方のベティス、まあ、まずはルビ監督、まあね、こうイレギュラーな中で、まあ、なかなか批判も浴びて、年末ぐらいだったかな、解任の話なども出て、ね、セティエン呼び戻そうかみたいな話まで出てましたけども、ここまでのルビ監督の采配はどうご覧になってますか？あの、僕は全然あの悪い監督じゃないと思ってるし、たとええー、欧州カップ戦圏内に入れなくても来季も続投でいいんじゃないかなと思ってます。と、うん、いうのも彼の場合はいろいろやりましたね。3バックもやった、うん、今4人のバックに戻して、で多分まあ今週末の試合では2トップにするんじゃないかって言われてますけど、ボルハと、ローレンのね、うん、まあ、ワントップもローレンのワントップっていうのも随分やりましたし、うん、でそのローレンの下に、フェキルが入ったり、あのホアキンが入ったりみたいなこともやって、うん、はい、いろいろこう試行錯誤してきた中での今なんですよね、はい、なのでまだ伸びしろがあるような気がするんですよ、このチーム、うんうん、でフォーメーションも柔軟性があるので、はい、で個々のタレントも全然悪くないので、うん、このチームはあの伸びしろがあって、まあ普通常識的に考えればこの監督は根気だ限りっていうことはないですよ、うん、常識的に考えれば、うん、そこはベティコ我慢できますか、ルビとは。いや、セティエン我慢できなかったから、今季は我慢するとないでしょ。セティエンを残しとけばよかったんで、そこは我慢しなかったですよね。うん、まあ、でも、そうやって取ってきたルビーを、この状況で変えるっていうことはありえないし、うん、あの、いや、いいチームですよ、若い。うん、若手とね、ベテランもうまくかみ合ってるし、タレントはそこそこいるし、はい、あのカンテラ外の選手も出てきてるんで、なのであのいいと思いますよ。あと変化が効くということで言うと、はい、全然ロペテギよりは上なんで、あの伸びると思います。まあ、序盤、まあ、ルビ監督とともにエスパニョールから、ね、成り物入りで入ってきたボルハイグレシアですが、あまりフィットせずに、まあ、結局ローレンが使われる機会多かったですけども、まあ、これ再開したらまたボルハに、ね、期待される部分も大きいとは思うんですけども、前線のピースっていう意味では木村さんどうご覧になってますか、今のベティスの。ローレンが今季いいですからね。あローレンがものすごくいいんで、うん、でローレンはあの仕事もできるんで、プレスかけて
あのボールを奪ったりとかロングボールを蹴らしたりとか、うん、というような守備の仕事もできるんで、まあ、点も取ってるし、あのでホアキン・フェキルあたりが点が取れると、うん、でゴール前で決定的な仕事をするっていうのも分かってるんで、自由度が高いじゃないですか、このチームは。セビジャに比べて非常に自由度が高くて、はい、でフェキルとホアキンが左右入れ替えたりとか、あの非常にサプライズもあって、両サイドバックの上がりもね、うん、サプライズで上がってきたりもするので、あのそういう意味ではローレンは非常にいいですよね、今季また良くなりますよね、うん、だからボルハーがボールを使われる、まあ、ボルハーでロングボールを落としてみたいなことは全くできてないですけど、うん、まあ、ボルハーが出るとフォアキンが出れなくなるみたいな、ね、うん、あの結構シャドウ的に2人がこうフェキルとフォアキンが入ってきて、で結構ボールを動かして面白いことするんで、ゴール前で、うん、まあボルハはフォアキンが出れなければ使うべき選手だと思うし、点も取れるし、うん、動けるし、非常にこうあのチームに貢献度の高い選手でもあるので、うん、まあ、間違いなく使ってくるだろうと思いますけど、まあ怪我しない限りローレンワントップというのもおそらくベストなんでしょうね。ある程度ボールも持てますよ、ベティス。うん、まあ、そこはね、接点時代にもう浸透してるし、まあ、何よりやっぱりね、中盤にカナレスいますから、まあ、彼でだいぶモテる、さばけるっていうところで、まあ、改めてちょっとベティスで言うと、ね、こうアドリスがこのタイミングで残念ながら、ね、アトレティック引退してしまったんで、まあ、それによってホアキンがあのラリーガ最年長、ね、こうの選手になりました。ホアキンのここ最近のパフォーマンス、まあ、この夏で39ですよね、うん、どうご覧になってますか、木村さん。いや、宝ですね、僕ね、うん、彼の3ゴールを見たときは、彼のハットトリックを見たときは、本当に歴史的な瞬間に立ち会ってるって気がしました。お、歴史の証人になったと、うん、あのアスレティック2年3点入れて、はい、まあ、その後追い上げられてあたふたしてやっと勝ったんですけど、まあそこもベティスらしい、うん、あのホアキン、もしかしたらダービーね、あのちょっと体調不良みたいな、はい、あのね、いうこと言われてるんで、まあ、先発出場はないかもしれないですけど、彼の場合は途中から投入されても 100% メンタルで入ってくるんで、うん、でチームがものすごく盛り上がるんで、彼が入ってくると、うん、だから彼が途中で投入されて決勝ゴール決めてとか、あるいは決定的なアシスト出してみたいなシーンもものすごくよく見てるから、うん、その上でシュートでしょ、今ゴールが入るってこともあるんで、うん、本当に多分ゴール数でいうとキャリア最高のペースぐらいでゴール決めてますよね今。あ、そうなんですかね、うん、そう、そんなにゴール決める選手じゃなかったじゃないですか、うん、はい、サイドからセンタリングを上げる選手で、まあ、サイドを突破、縦に突破する選手だったんですけど、今さっきも言ったようにトップの下で右とか左とかで使われてるんで、結構真ん中寄りで仕事するようになってて、真ん中寄りで仕事するとシュートのチャンスが増えるっていうことでゴールも増えてるっていうのと、あとはもう俺に出せっていうのはゴール前でね、手挙げてますか、かなり出せ出せ、うん、あの俺に出せっていうのあるんで、で出したらもうね、すごいシュート放つから、彼の場合は。あとフリーキックもいいですね、このキックもものすごくいいですね、直接ゴール決めるんじゃないかっていうようなシーン今季もあったし、だから本当に支柱ですね、本当に、うん、まあ今多分スペインサッカー界の宝でもあるし、うん、イネスタなき、ね、はい、あとサッカー界の宝っていうのはもう、まあ、アドリスもそうだったんですけど、今はもうホアキンですよね、はい、うん、ホアキン、カソルガもそうですけどね、うん、チームの柱でもあるし、まあ、彼が入ると
活性化する、あとファンが活性化するのとチームが活性化するので、はい、何かが変わるんですよね、うん、だから途中投入の彼っていうのは ものすごく注目ですよ、うん、まあ、それを踏まえて前半戦のこのねデルビーは13節にあってベティスホームで、まあ 1-2 でセビージャ勝ちましたけども、今日のこの再開の28節のダービーどうこう予想されていて、どこがポイントになると思われますか？あのね、ホームだから有利っていうのはないじゃないですか、無観客なんで、はい、だから、まあ、チームがどういう状況なのか全然分からない中で予想するのは難しいですけど、ベティスには相当チャンスあるかなとは思ってます。オカンポスのいないセビージャっていうのが点が取れないセビージャなんで、うん、1点とか2点とかの勝負になってくるとベティスにも当然チャンスが出てくると、うん、いうことなので、うん、接戦が見られると思います。どういうレベルが高い試合になるかどうかとかっていうのは全く分かんないですけど、うん、接戦でベティスにも相当チャンスがある試合でしょうね。まあ、今までベティスがピスファンで勝つっていうのはものすごくいい試合して、うん、結構ゴールの入れ合いみたいなことになって3号で勝ったりとかってことがありますけど、セティエ時代にね、そういう試合にはならないとは思うんです。そういう試合にはおそらくならないだろうなと思うんだけど、うん、まあ 0-1 とかでベティスが勝つとか、うん、見たことあるんじゃないですか。あるいは 1-1 とかね、引き分けとか、うん、いやもちろんセビエで勝つ目もありますよ、 1-0、はい、うん、まあでもホームだし、ホームっていうね、アドバンテージが全く起きないっていうのは大きいですよね。うん。ほぼ互角でいいんじゃないですか、このセビジャダービーは。まあ本当に、どう、蓋を開けてみないとわからないことだらけなので、本当楽しみですね。うん。ただほら、さっきも言ったように、柔軟性がない。で、最高の11人から、オカンポスがかけてる、うん、セビジャと、まあ一応ホアキンが、まあ、途中出場かもしれないけど、じゃあそれならボルカで2トップでっていう手もある、うん、ストっていうことで言うと対応力がちょっとベティスの方がやっぱ上なんで、あと怪我人が出てない、うん、っていうこともあるんで、こういう予想になるんですけどね、うん、あと一つだけ、その、まあ、このね、時期なんで22時現地キックオフですけど、どうですか、セビージャの夜10時はまだ暑いですか、この時期だと。もういや夜は大丈夫です。大丈夫ですか？10時だったら大丈夫でしょう。うん、うん、あのここんとこ今日もそうですけど、はい、あの昼間は暑いけど朝と夜は涼しいっていう日が続いてるので、うん、あのコンディション的には問題ないと思います。よかったです。じゃあいい試合を期待して、ね、これ、ここからまたラリーガがどんどんもう毎日やってきますんで楽しみですね。そうですね、もう毎試合、はい、嘘を漏らさないようにっていうことですよね。毎日試合がある。はい、ちなみに現地のこう、まあ、スペインだとモビスターが、ね、権利持ってますけども、その無観客でスタジアムの音を拾うパターンと、その観客の声を音声で、うん、こう入ったのを聞けるパターンと、これは視聴者が選べるんですか？視聴者選べます。はい、なんで僕は無音を選んで、はい、監督や選手が何を言ってるのか十分じっくり聞きたいと思います。そうですね、うん、そこを聞きたいですね、うん、では楽しみにしたいと思います。まずはこのデルビーセビージャラリーが再開の、ところをお聞きしました。木村さん、ひとまずありがとうございました。はい、ありがとうございます。